はい、はい、私です。今日も一日喉のリミッター外して若くだけでいきましょう。さあ、貸金庫のお金が消えた件、第6弾わかんないですけど、ちょっと喋らせてください。ちょっと喋らせてください。貸金庫のお金が消えた件ってなんだっていう人は、この下にここまでの経緯を添えておきますので、もうお時間あるとき見てみてください。簡単に言ったら、貸金庫に預けていた俺のお金がなくなったんですよ。開けてみたらなかったんですよ。それで、ついに、銀行の支店長と本部のお偉いさんと本部のなんかコンプライアンス担当なんとかみたいなおっさんが3人出てきて、私さん今回はみたいな、ぜひお話を詳しくみたいなんで、なんか面談つか話が今のところちょっと何回か進んでて、でまあまあ簡単に言うと、まあ簡単に言うとっていうか、まあ俺はまあそんなことねえなと思いつつ、銀行員の行員の誰かが盗んだんじゃねえかと思ってるわけね。でもちろん可能性としては俺が自分で中身を出したのにまるっきり記憶から消えてるっていう可能性もまあもちろんゼロではない。そんなことないけどね。まあそんな話経緯なんだけれども、でその銀行のお偉いさんが3人おっさんが3人並んで、じゃあの調査委員会を発足してですね、当銀行としてもですね、足立様のご不安とかあんたなんとかがあるので調査いたしますみたいな、調査してくれてんだよ、一人一人聞き取り調査みたいな内部で悪いことやったやつがいねえのかとか、まあその前に足立さんのお金の流れを全てチェックさせていただきましたのでみたいな、まあ俺がもちろん OK って言ってるんだけどね。でさ、俺の貯金のお金の移動がもう全部出てて、で確かに貸金庫を開設した日に、まあまあまあぶっちゃけやらしい話なんだけど、1000万がやっぱり貸金庫を開設した日に俺の貯金の通帳から1000万円がちゃんと引き出されていて、でそれを俺は貸金庫に入れたって言ってるのね。確実に入れてるんだけど、で銀行の人は本当に入れたのみたいなのもちょっとあると思うんだけども、でも そんなのやったりとかさ、あと目の前に貸金庫のこう現物が出てきてさ、あのちょっと当方で用意しましたって言って1000万円がバサッて出てきて、1000万現金で俺に返してくれるのかと思ったらそうじゃなくて、どういったような状況で1000万円をこの箱の中に入れたんだか再現してみてくださいって言われて、でこうやってこう再現してこうやって入れたんです、あなるほどこういう風に入ってたんですか、なるほどみたいな、まあ、その1000万円はもちろん銀行にまた戻るんだけど、俺の手元には来ねんだけど、いやそれでね、言いたいことは2つ。まずちゃんとした銀行のちゃんとした人ってちゃんと偉いなと思ってさ、だってさ普通だったらさ、もうなんか向こうにしてみりゃさ、まあ気違いのたわごとだろうみたいな話じゃん。お前が自分でどっかで出した、もしくはお前入れてねえのに入ったら入ってるって言い張ってるだけだろみたいな風に、まあ向こうはまあ内心チラッと思ってんじゃん。でもちゃんとお偉いさんが3人首揃えて出てきて、足立様の調査を内部で今みたいな、ちゃんとしてるなと思って、ちゃんとした会社ってちゃんとしてるなと思って、ほったらかしにして相手が忘れるの待つみたいなさ、そんなのねえな、ねえんだなと思って。そしてもう一つ目は、今日お知恵を拝借したんだよ。これをご覧になって聞いてくださったらあなたの聡明な頭の知恵を拝借したいんだけど、仮にさ銀行の悪いやつが盗んだとするじゃん、そっと開けて。でもそんな場合はどういうロジカルとしてどういう経緯でそれをするのかみたいなことをちょっと自分の中で、俺の中を整理する意味でちょっと喋ってみたいのね。でそれを聞いて、いや足立さんあそこが抜けてますとか、いやそれ違うんじゃないんですかみたいなのがあったらぜひご意見欲しいのね。まずさ、まず聞いてみたら、過去その銀行で金庫の中身がなくなったって言って騒いだ人は俺以外にいるんだって、やっぱり。そして俺が調べて聞いたら、あのこういう事件ありましたよねって聞いたら、訴訟にもなってんだよ、貸金庫の中身がなくなったっつって。でもまあ簡単に言うと、銀行側が訴訟しているのね。だって俺もそうなんだけど、入れたって証明できないし、俺がそっと引き出してどっかに隠してるとも証明できないから、結局証明できないから銀行側が勝つんだよ、訴訟が起きたら。で俺が起こしたら、多分分かんないけど。でもね、まあ仮に誰かが盗んだって、俺もいろいろ聞いたんだよ。まあもちろんだから俺のお金がなくなった前後というか、まあまあ間にそちらの銀行の行員で銀行を辞めて、その後行方不明になってる人はいませんかって聞いたら、あもちろん調べますけれども、私が現状把握している限りではいませんと。
だってさ、悪い銀行員がいてさ、よし赤ちゃんがそこの貸金庫から金を盗んでやるっつって、まあまんまともし盗んだとするじゃん。そしたらさ、それがさ、翌日に俺が来て開けてみてねえって騒ぐかもしれないし、3日後に俺が来て開けてねえって騒ぐかもしれないからさ、絶対多分さ、金を盗んだとしたらぬくぬくと銀行にはいないじゃん、絶対に。で、だから退職してバックレで行方不明になってる人はいないですかって聞いたら、いないんだって。もちろん退職者はいるけれども、他の支店に移動した人はいるし、退職した人もいるけれども、ちゃんと 身元は全員が分かるようになってますみたいなことなのね。だからって盗んでねえってことにもなんねえんだけど。そしてね、もっとその前に大元として鍵、俺が1個持ってる銀行にこう封印されて1個鍵がある、鍵は2つっつってんだけど、いや3つ目の鍵がないとは限らないじゃないですか。3つ目の鍵がないって証明はできないですよねって言ったら、まあそれはもちろん証明はできない。まあ足立さんの鍵を誰かが複製することもあるだろうし、銀行に預けてる鍵をそーっと開けて誰かが複製するって可能性もあるだろうし、もともとで鍵を作った会社があるんだからさ、3つ目の鍵がないとは証明できない。でも銀行側としては3つ目の鍵はないです。ここはもうあるないのどっちも証明できないもんね。俺も3つ目の鍵があるは証明できないじゃん。そしてさ、次は銀行で封印している鍵をそーっと切れ目入れて、そーっと抜き出して開けて入れて、そーっと閉じるっていうこともまあマジシャンだったらできるかもしれないけど、まあできないよね。俺のハンコが押してあるんだから、こうちゃんと閉めましたっていうこの封筒。そして俺のハンコは一度も銀行に貸してないし、でその封筒も見せてもらったんだけど、まあもちろんこうもちろん分かるように開けねえだろうけど、開けた感じはないんだよね。でそもそも大元もう一個鍵があったらそんなの関係ねえしさ、まあだとすんじゃん。そしてね、そうあとさ足立さんがあそこに現金を入れてるっていうことを知ってる行員は何人いますかみたいなことも聞かれて、あ、まあ確かに俺のお金を狙って俺のお金を抜いたんだとしたら、そこに入ってるってことを知らなきゃだもんね、まずはね。でまあ知ってる可能性がある人の名前をちょっと本人を直接疑わないでねって言いながらもさ、まあまあもちろん向こうはフラットに調べますって言うからさ、言って調べますって言ってくれてんだけど、でもそれ以外にさ、あの無作為に金庫を開けて抜いてる可能性あるよね。だったら全部の貸金庫の分の鍵が全部あるんだからさ、なんか知んねえけど3つ目を作る方法を、そいつが誰に、俺らに誰も思いつかないんだけど、3つ目を作る方法が分かったら、俺のだけ1個狙って開けるわけなくて、いろいろ開けんじゃん多分。だから俺以外に中身がなくなってるって騒いでる人はいませんか？今んとこいません。でも俺も3年ぶりに開けたから、何年も開けない人で、今全員集合、全員自分の金庫を開けて確認してくださいって言ったら、ねえぞってやつが俺以外にもポツポツポツって出てくる可能性はないんですかって言ったら、それはちょっと調査してみないと分かんないんですが、どの方が何年開けていないとかっていうのは調査はしてみますが、多分分かんないですみたいな話なんだよ。そしてさ、とはいえさ、銀行員がさ貸金庫の金をそーっと抜いて懐に入れたとするじゃん。でそのまんま同じ銀行員でして働いてるとかいう可能性はねえと思ったんだが、でもよくよくさらに考えたらなかねえんだよね。だってさ、今回もそうだけどさ、盗まれたって証明できねえじゃん。っていうことはさ、悪い銀行員がいてさ、うっしっし、ここに3つ目の鍵をゲットしたぜ、こっそり開けて懐入れてこっそり閉めて、でも結局今回みたいに入れてあるって証明できないでしょ、銀行員が抜くなんてことはないですよって銀行は言うじゃん、もちろん。そしたらさ、逃げ切れるじゃん。あ、でも違うか、監視カメラの映像がなんか200日間かなんか監視カメラの映像は残ってるんだって。だとするともし悪い銀行員がいて、しめしめ3つ目の鍵そーっと開けて懐ポンで元に戻したら、200日間はビクビクしてなきゃいけないんだよね。いつこれがバレて監視カメラを再生されたら、あーでもそんなこと言ったらさ、必
監視カメラの映像だって何とでもなるじゃん、そんなん別に銀行が管理してんの。銀行員が全く手の触れられない外部の完全な独立の会社が監視カメラで録画してんのかな。だって銀行が録画してんのもさ、監視カメラの画像だって別に何とでもなんじゃん。ミッションインポッシブルみたいにさ、差し替えるみたいなさ。いや、何が言いたいかというと、ごめんね、くだらない話を延々してて、いやもう10分も喋っちゃってるから、いや銀行員がそんなことするはずないよねって俺も思ってんだよ。だからすごく突き詰めてロジカルに考えれば、あ、やっぱ絶対ないなって思いたいんだけど、考えれば考えるほど可能性としてはなかないんだよね。可能性としてはね。あと一個あるのは、そんな たかだかっつっちゃ失礼だけどさ、まあまあまあ 俺の場合は1000万だったけどさ、1000万のお金を盗むために銀行員としての未来を棒に振るほどバカかって話だよね。それはまあね、10億とかあるんだったらさ、10億が盗めるんだったらさ、銀行員としての未来を棒に振る可能性もあるかもしんねえけどさ、なんか俺が気づいてないことってあります？すごくロジカルに考えた時に、銀行員が盗んだと仮定すると絶対に破綻してるよっていう、その考えはっていうのが見つかればまだ俺も納得いくんだけどね。でもなんかまあもう平理屈の域に入ってきてるけど、考えれば考えること絶対なくはないんだよね、銀行員が盗んで懐に入れてるって。どう思います？ちょっと頭のいい方でロジカルシンキングをして、足立さん、足立さんの言ってることはおかしいです、こらって突きつけてほしいんだよ、もしいらっしゃったらね。そんな話でした。ごめんなさい、なかなかと喋ってしまいました。貸金庫のお金が消えた件、パート6か7か忘れましたけど、そんな感じでございます。また続報を待て。足立でした。